どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、ノルベジェジェ製法の、続きをですねやっていこうかなと思います。まだまだですね、道半ばという感じではございますけども、もしよろしければご覧ください。どうぞ。はい、本日はですね、ノルベジェジェ製法のこちらの、続きをやっていこうかなと思います。今の状態はですね、わかりますかね、チェーンステッチをしてある状態で、その後にミッドソールをつけております。まあ、もともとですね、アッパーが末傾製法で縫われていたということもあって、製法を無理やり変えているということですね、こういった感じになっております。なるべく広げてミッドソールにつけているという状態です。一応まあ革底にしようかなと思ってます。ですので革底を張って、その後にこう出し縫いをかけていくという手順になります。出し縫いをかけるにはですね、ある程度の幅が必要なんですけども、この辺のアッパーがですね、もうだいぶもうボロボロになっているので、出し縫いをかけるのにですね、結構ギリギリのところかなと思います。であとはかかとの方もですね、同じように、わかりますかね、アッパーの革がこうもうそもそもなかったので、かなり出し縫いをかけるのが難しいぐらいのところにあります。まあ、ただ、なんとかまあなるかなと思いますので、ギリギリのところを基準にしてですね、一周かけていこうかなと思っております。まずですね、この外角の線をですね、切らないといけないので、そこまでの作業をやっていこうかなと思います。はい、ということですね、早速やっていきます。結構近い形には持っていけるとは思いますね。はい、ただまあやっぱりちょっと深くえぐれてる部分なんかは少しいびつになるかもしれないですね。
で、この後革の本底をつけようと思っております。サイズ的には、G 台というものですね。で、このサイズを使って、本底をつけていこうかなと思ったんですけども、まあ、縦はギリギリ入るかなっていうところなんですけども、横が足りなくてちょっとこれだと出し縫いが難しいなと思うので、もっと大きいサイズを発注しました。で、届いたものが、こちらになります。で、こちらに合わせたところですね、もちろん長さは全然余裕なんですけども、横ですね、横がですねかなりギリギリなんですよ。で、この外角線はですね、もっと、ギリギリまで削ればもちろん入るんですけども、ちょっとこの段階で削ってしまうと全体のですねシェイプを作るのがなかなかめんどくさいことになるなと思ってですね、じゃあしょうがないからシート買うかと思っていたんですけども、廃業されてしまった靴修理の方がですね、このミッドソール用の革と同時にもう一つくれたものがあったんですね。で、それを思い出しました。こちらの革でございます。こちらですね、何かというと本底の革だったものです。はい、だったっていうのはね、なんか変な表現なんですけども、5ミリあるですね、本底の革なんですけども、これ、なんとですね1ミリと4ミリでこれついてるんですね。で、こちらの床側の方が4ミリありまして、分厚くなっております。で、こちらの銀面がですねついている方がこちら1ミリの厚さとなっております。そのもう廃業されてしまった方からこの革をもらう時もですね、これなんでついたんだっけな、もう覚えてないやっていうふうにねおっしゃっていたんで、僕もその時あまり気にしなかったんですけども、まあ今思えばヒドゥンチャネル、いわゆる伏せ縫いですね、1ミリ2ミリで、包丁を入れてですね、薄くドブ起こしするという作業を行わずにですね、伏せ縫いをするためにもしかしたらこうしたのかなと考えました。で、実際に海外製の靴メーカーでも伏せ縫いするのはやっぱりなかなかこう職人さんの時間を取られてしまうので、こういった作業をしているところがあるそうです。なので、まあ、そういう意味ではその方も同じような形で踏襲しようとしたのかなと思います。まあこれもあくまで僕の想像ですけどね、間違ったら申し訳ないんですが、まあいずれにしましても今回ギリギリまで削ってこの、まあ、市販といいますか、市販のこの革底を使うのではなくてですね、こちらの本底用の革から切り出していこうかなと思います。今日はですね、時間的にちょっと途中までしかできませんけども、できるところまでやっていこうかなと思います。
今ですね、余分な皮を削って、エッジを整えました。この色が分かりますかね。この真ん中が一応ミッドソール用の皮です。で、その外にですね、本底用の皮が来ているという感じですね。はい、ただこちら、銀面がついていないという状態です。はい、銀面の方についてはですね、こういう感じでまた別途脱脂粘油をかけた後に、これを上に貼っていこうと思います。まあそうすれば一応何ですかね、フェイクではないですけども、一応ヒドゥンチャンネルが、成立するという感じですね。今後なんですけども、ここに、溝を掘っていきます。はい、溝を掘ってですね、脱脂粘油をかけていくという感じになります。まあだいぶ、苦痛らしくなってきたかなと思います。で本当にもう最初のね、ボロボロの時から比べればよくここまで来たなというね感じです。まだねもう少しかかると思いますけども、頑張ってやっていこうと思います。はい、ということですね、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。今回ですね、ノルベの作業の続きをお伝えいたしましたけども、ノルベといえばですね、やっぱり有名なのがステファノ・ブランキーニですよね。はい。まあ、お客様とですね、こういったステファノ・ブランキーニも含めて、欧米から輸入される靴についてね、よく話すことがあるんですけども、靴の値上げがかなりなハイスピードで、襲ってきているというのでね、結構盛り上がったりはするんです。その中でもやっぱりいくつかのブランドによってはもうすでに2回、ないしは3回、この1年間で、値上げをしているという感じになっております。1年間ね、2回とか3回値上げっていうのは、まあ、正直なところ円安もあるのと、あとはまあインフレのねスピードも日本なんかよりも全然海外の方が早いので、それを考えるとね、致し方ない部分もあるのかなと思います。今年はもうあと1ヶ月2ヶ月しかないですけども、あとまた来年も含めてこの値上げの傾向っていうのは多分なかなか止まらないんじゃないかなと思います。さらにですね、靴だけでなくって、シューケアグッズの値上げもですね、ガツガツガツっと来るんじゃないかなと思われております。うちの店舗で言うと、おそらくシューツリーなんかも、相当ない将来値上げすると思います。それ以外にもクリームだったりとかブラシなんかももうすでに値上げしてるブランドもありますので、もしね皆さんが、欲しいものがすでにある場合は値上げ前にご購入するっていうのがいいかなと思います。まあ実際に値上げというものがですねきっかけとなって、そういえばねこれ欲しかったかもっていうね風に買われる方も多いと思います。はい、それはもうねすごい正しいと思うんですけども、ただ値上げというものがプレッシャーになって、あまり欲しくないけども、まあ、あった方がいいかもみたいな感じで、手に取ってしまうっていうのは、正直これはちょっと違うのかなと僕の中では思ってます。値上げということはきっかけになって取捨選択をしていくっていうのは全然ありだと思うんですけども、値上げというものに変な意味でこうプレッシャーを感じてしまって、だったら早く買わなきゃっていうね感じで余計なものをね買ってしまうのはぜひともねやめた方がいいかな。自分の欲しいものにしっかりと投資をされるのが本当はいいのかなと思ってます。はい、まあ皆さんね、お金の使い方まで僕はね言える立場ではないですけども、いずれにしましても靴もそうですけども、靴を取り巻く、部材なんかも値上がりが、海外のものを中心にどん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 こうスピードが激しくなっていて、さらに国内で、作られているものに関しても、徐々に値上げが、来ておりますので、価格の変動をですね、チェックするにはいいタイミングかなと思います。はい、ということですね、本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。